3年からか、あの8対3に関して1年目はちょっと話題性あるケビン・シュワーツ、まあ、憧れでもらったライダー呼んでまあはい、表彰台に上がって成功したと思います。で2年目は真逆の発想で、まあ、世界で活躍するあの若手のドミニカ型、まあ、GP ライダーを連れてきて、まあ、それもはいすごくそのうまくいったと思います。彼もガツガツ成長してくれてるし、で今年はあの、まあ、周りのチームも GP ライダーいっぱい連れてきてるし、まあ、同じことやってもしょうがないのでいつもその何か話題あることしたいなと思ってずっと考えてたんですけど、なかなかいい案が浮かばなかったんですけど、もうこの辺りは僕がね GP ライダー連れてくるんだったらちょっとオールジャパンもいいのかなと。でまあ羽賀のリーグに関してはずっと2年連続で組んでるし、もう今年も一緒にやってもらうと心に決めてたし約束もしてたんですけど、もう一人を、悩んでるところで、やっぱじゃあ日本人ならば一番、即戦力というか戦力というかなんですかね、頼れる男を考えたら戦闘力か高いのを考えたら今清成でした。で、まあ、たまたまこのメンバー2008年9年だっけねぐらいで、ワールドスーパーバイクであの他のメーカー全員違うメーカーでね代表で戦ってたライダーなんですけど、レースが終われば割ともう飲み仲間としてワイワイやってたので、まあ、一応3人とも気心知れてる仲だったんで、割ともしパッケージになったらきっとうまくいくだろうなと思って、ちょっと兄弟に声をかけさせてもらいました。いやまあ最後の最後ぐらいですかね、まあ、聞いたのは。まあ、あのパッケージ的にはあの申し分ないぐらいのパッケージなんで、まあ、あのいけるっていうのはもう確信できました。ちょうど僕その時怪我をしてて、あのすごくこう嬉しかったのもあるんですけど、まあ、ちょっと落ち込んでたのもあったんで、けどこう怪我も治ってこう話が進んでいくにつれてすごいなんていうんですか、盛り上がってくるというか、それと同時にこうなんていうんですか、あの不安が多かったですね。先輩方と走るっていうのもあるし、初めて乗るバイク、初めてのチームで去年も乗ってなかった、不安がずっとありました、ね、その自分が走ってるのもあんま調子良くなかったけど、そのなんていうんですか、もうやるしかないなっていうのはありました。モデル出力なんか大してないんですよ。ただ単にあの現役、今も現役だけど、あのレース戦っている時の、まあ、ライバルとかとの付き合い方がたまたまその理解があったんですかね。あの当時は本当にライバルでさ一緒に組むなんて考えられなかったけど、ちょっとそのタイミングずれて、それからあと日本のこの流れがさ、やっぱりそのメーカーの枠を超えるってすごいハードワークなわけですよ。それに昔からちょっとこう疑問があったんで、あののリーグを最初に呼んだ時もそれをきっかけに割とライダーが誘われるところに自由に行ければいいなって願いもあったし、あのそれをより現実にしたいなと思って、あの他のメーカーで活躍してた過去にもしてるけどね、その清成に呼べれば自分の目的とか目標も達成できるかなと思って。全然聞かないですよ全然あのノリーグの上です、立場は。はいね、モルモット状態なんで、雪男さん。今回の8体も2年前からそうだけど、あのノリキの世界の名に恥じないようにカップ絶対するからっていう約束で来てもらってるかな。で今回キヨも同じように、キヨナリのレベルにふさわしいチーム作るかし、あのキヨナリと、まあ、あの名に怪我さないね、結果が出せるような全力で俺はチーム作りして渡せればと思ってますけどね。すごい先輩というイメージしかないですね。まあ、でもそのチームこう一緒にこう走るってなると、もうやっぱりそういうのはあまり考えなくなるので、なるべく僕はこうどれだけこう近づけるっていうか、なんていうか寄り添う、なんていうんですか、こう近づけるかなっていうのが、まあ、何度か走り合いこう走ってて、やっぱりこう近い方がうまくバイクとかもまとまるし。部屋一緒にする？
いや、そうじゃないね。3人そこじゃないね。そこじゃないんですけど、そこまでは。けど、そこが僕、大事なんじゃないかなと思ってますね。はい、今はいいと思いますよ。こう年功序列じゃないけど、うまくこう、分かってくれて付き合ってくれて、だんだんこう、ラップタイムのポジション取りで、だんだん立場が逆転し始めて、大将になっちゃうかもしれないけど。いやいや、やっぱり僕らチーム加賀山は3位3位で来てるんですよ。ケビンと組んだ時も3位、ドミニクと組んだ時も3位、ノリキはそこ全部参加してくれてるけど、やっぱりこうやってくるとチームとして優勝を目標にやってきたけど、まあ、達成できてないのでより優勝したいと思いが今年強くて、まあ、清成を誘ったんだけど、まずメンツ的には確実に、優勝狙えるライダーのレベル揃えられたと思う。まず実績が証明してるじゃないですか。清成に関してはもう8体でね4勝もしてるし、ノリキも僕もなんとか1勝でしてるんで、3人とも勝ち方、駆け引きっていうのは心得てるし、やっぱり世界戦でワールドバイクでね43回勝ったり、我々も数回勝ってる中なんで、その大きな舞台での勝ち方を3人とも知ってるんで、間違いなく近い位置にいると思う。走るパートもね、まずノリキは確実にバカなコースでしたことをしてないで、確実に走り切ってくれるし、早く。清成に関してはやっぱりパンチ力というか、スピードのパンチ力は絶対持ってるし、で、まあ、僕がうまくオートバイまとめれればなと、チームまとめれればなと思うと、割とその違うキャラクターをうまく揃えられて、その場その場で作戦通りやれるんじゃないかなと。同じライダーが3人いてもなんだし、タイプがね、タイプが違う3人が揃ってるんで、その場その場でうまくアジャストできると思うんですよね。まあライダー的には3人とも、まあ幸雄が言った通り経験あるライダーだと思うんで、そのどんな状況にでも合わせれる柔軟性のあるライダーだと思うんで、まあそういう点では心配はしてないですね。まあ、あとはそのただ8体を走り切るんじゃなくて、走り切った結果を出すんじゃなくて、今年はまあとりあえず毎セッション見てるお客さんも鳥肌が立つぐらいのまあレースをやっぱしないとね、と。まあね、それも一応チーム加賀山のノルマとして、まあ例えば周りのチームが走り切った優勝じゃなくてとか、ドラマがあるんでしょうね、うん、そうそう、してみたいですね。見てる人がやっぱね、ワクワクドキドキゾクゾクするようなレースをしたいとは考えてます。僕、そうですね、そのやっぱドラマが必ずでもついてくるとは思うんですけど、全力でやっていれば多分。僕でもこう何年かずっと転倒続いてるし、ちょっとこう数年あれなんで、そうですね、転倒は絶対避けて、まあ、とにかくいつも通り全開でいけたらで、優勝しかないと思います。5回だと一緒なんですよね。まあまあそうだけど、はいはい、いやでももう、まあ、多分その5回も1回もやっぱ、まあ、記録は欲しいなとは思いますけど、でもあんまり気にしてないです。あ、いや気にしてますけど、気にしてないっていうと、なんかその記録は、ね、けど、もう一度勝てるように頑張ります。本当に清成にはさ、なんか、まあ、勝つのも当然楽しい、楽しいからライダーとして最高のあれですけど、勝ちながら、なんかチーム一丸と戦って、まあ、ライダー3人、それからスタッフ全員がなんか一緒のとこに立って、なんか達成した時の楽しみをね、味わしたいなと。もう俺と母がさ、過去にそんなことしてるし、うん、みんなで一緒のことを達成する楽しみをね、うん、味わってもらいたいなと思ってますけど、うん、メーカーだったりどこだったりチームの本当に代表、それから助っ人役と、今も助っ人役だけど、うん、ちょっと勝てみたいなさ、それだけみたいな思いをされてるし、何かを勝負されてやってるけど、うん、まあうちも一緒ですよ、うん、だけどもっとさ、やっぱりそのなんかプライベートっぽいところもきっとあると思うし、うん、あ
レースってこんな楽しみ方あるんだをちょっと感じてほしいなと思ってます。まあ、プレッシャーかけなくても早く走るライダーなんで、まあ、その辺は多分ライダーが知ってると思って、僕ら